動画をご覧の皆様こんにちは。こんにちは。今回は日曜日に中京競馬場で行われます第47回高松の宮記念を展望していきたいと思います。担当は私青木とこちらの旧車生してます石井です。はい、どうぞよろしくお願いします。なんか久しぶりにそうですね、本当に申し訳ないしてもらう気がしますけれども、まあ、宮記念なかなかこう混戦メンバーで難しいかなという感じもありますけども、結構有力馬がね、ちょっと残念ながらね、ね、去年の覇者とかもね、ちょっと回避してしまって、まあ馬券的にはちょっと逆にね、面白いですね。面白いね。まあちょっとね、じゃあ早速印聞いていきましょうか。はい、まず本命お願いします。本命は2番のフィエロですね。まあちょっとね、常識的に考えてこう8歳で初めての戦人となるとね、まあ多少やっぱり心配な点というかどうしても先立つとはね、思うんですけども、まあスピード自体はね本当にありますんで、まずその戦人ということ自体にはそんなに不安はまあ感じないと思うんですよね。で結構こうなんかどちらかというとガチッとした体つ見たらやっぱガチッとしてるんで、やっぱまあむしろこう距離短縮はこれはいいかなというふうに思うんですよね。はい、でまあ今ね、こう反路結構軽いんですよね、その走りやすい。そうね、時計出やすいね、確かに。まあとはいえ、まあ一周前、49.2ですか。ねえ、すごい時計で、びっくりしたけど、これ。しかもこれ、朝一番のね、本当にいい時間帯じゃなくて、そうそうやってね。ね、春分け、まあ春分けもいいとはいえ、やっぱ朝一に比べたらね、その辺は違うんですけども、それで49.2出しましたから、まあやっぱさすがのね、こう、脚力というかね、まだまだ健在かなという感じありますよね。そうね。で、あとは、個人的にはちょっと右回りの方が本当はまあいいと思うんですよね、その走りというか。ただその中京ではまあ条件じゃですけどね、その4戦3勝ですか、まあ相性もいいですしね、まあ本当にパワーもある馬なんで、まあ日曜日ちょっとねこう天気があんま良くないというみたいなね、ですけども、まあそのこの馬自体はそういう馬場でもね、そうやね、しっかりこなせる、まあ、まあ2勝か、まあ1個はこれ未勝利かな、まあそうですね、でもそういう馬場でもね、全然苦にしないんで、まあ、結構いい材料揃ってますしね、まあ、これは非常にまあ面白いんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、となったところで私も実は本命がこのフィエロなんですけども、かぶりましたね。まあね、1週前ね、週刊誌の段階ではちょっとレッツゴードンキの方ね行ってたんだけど、なんかね、ちょっと今週の追い切り見てね、フィエロ、ほんとね、やっぱり選手ハードな追い切りが効いて、ぐっとね、気合いも乗ってきて、もう、息っぷりなんかすごい良かったんでね、これやったらね、戦にでも十分対応できるかなと思って、ちょっとね、思い切っていったら、まさかのかぶりということになりましたね。そうですね。でも、まあ、未知の魅力というかね、使ったことないっていうね、やっぱ結構ね、また混戦、このスプリントですね、そのさっき言ったように有力馬がちょっといなくなったりして、混戦模様になっているだけにね、なんか十分チャンスがね、ありそうな感じありますよね。20日にもね、しっかりこうシュートで、しっかりね、追い切ってきてますし、本当にもう、なんですかね、ここに向けて入念な調整をね、してますから、まあ、これは非常にね、面白いかなと。またこのレース、意外とこう戦に初めての馬とかもうこれてるんよね、10年のデータ見たらね。それもちょっとね、心強い材料かなと思ったし、まあ、8歳馬もね、まあ、金車さんの人はこれ、遅生まれのね、やつなんで、ちょっと純粋な8歳ではないかもしれんけど、まあ、一応ね、買っている実績もあるんで、ね、そうですね。そこ、動きとか見てどうですか、年齢的なもんっていうのは。ない、全くない。馬体も、本当にね、まあ、毛色的に、まあ、見栄えするっていうのはあるんやけど、ね、本当に若々しいし、これちょっと本当に、ね、一発あっていいんじゃないかなと、非常に魅力を感じる本命ですね、私はね。はい、まあ仲良く本命がならないところで、ですね、はい、対抗を聞きましょう。対抗は昼のデイバロですね、まあ、本当にだいぶこう、ね、力つけてきたという印象がありますし、比較的こう、ね、外目回って伸びてくるというイメージがあったんですけども、前回なんかはね、結構内からさばきながら、伸びていってましたし、だいぶ佐々木というのにそのレースぶりもね、幅出てきて力がついてるんじゃないかという印象がまず大きいですよね。まあ、前走に関してはしかも勝った馬はね、本当にもう、最内ぴったり通ってね。ね、本当最高のね、立ち回りがね。まあ、その差だけだったと思うんで、それは全然まあ、問題ないと思いますし、むしろ個人的にはこう、戦人の方がいいかなという印象もあるんでね。まあ、これはもちろんいいと思いますんで。で、中東ではね、ちょっと結果が出てないんですけども、ね、これはでも2回はまあ、1回はその昨年の、まあ、宮記念、まあ、あの時はちょっとまだね、こう、今年に比べたらまだ、その、なんですかね、さすがに G1 までっていう印象がなかったんですけども、もう1回はね、転入してって、
初戦に2200使ったわけなんで、まあほんとんどだからもう参考外というかね、気にしなくていいかと思いますね。まあ今なら全然ね、その辺は違うと思いますし、これはどうですか、これも販路で。そうやね、まあ、あのキビキビした動き見せてたしね、本当にまあ元気いっぱいかなという印象は受けましたよね。ババアとはやっぱり去年みたいな超高速にはなってほしくないところ、そうですね、そこはね、ちょっと一雨あったぐらいの方がね、いいか、ね、かもしれん、だからまあそういう意味では恵みなのが ね、この前にとってはかもしれないですね、そこはね、はい、あ、そのこの馬は、まあ、三角の一番手という感じ で、ね、まあ、やっぱり怖い頭かなと思いますね、はい。じゃあ黒を聞きましょうは、メラグラナですかね、やっぱり、3走前ですかね、ちょっとババアがねもうめちゃくちゃになってた、あの軽犯杯、はい、あれはちょっとまあさすがにねちょっとかわいそうなババアでしたけども、まあ、それ以外では本当にねもうここ最近は安定というかね、もう本当に崩れないですし、着差自体はねそんなにこうないんですけども、なんていうのかね、こう負ける気がしないというかね、そのレースを見てても、絶対届くやろなっていう、こう、なんかね、安心感。そうなんです、安心感も本当ありますよね。ので、強い、中京でもね、強い競馬で、まあ、条件時代ですけどね、それは。買ってますから、まあ、コース外とかも全然問題ないですしね、これこそ本当にやっぱり、ここに来てね、ぐんぐん力つけてきている馬なんで、まあ、非常にね、これも販路でやってますけども、まあ、軽快な感じで元気いっぱいやってる、ただ馬体がちょっとね前回8キロ減での出走で、写真とか見ても若干ね腹構え寂しいかなと思ったんですけども、ただ追い切り後の発表の馬体重見たらずいぶん増えてましたね、まあ、これやったら大丈夫なんかなという気はしてきましたよね。まあ、動き的にはじゃあもう、動きはもう変わりなくいい感じ、ただこれはあんまり雨が降ってほしくない、そうですね、やっぱどちらかというと、ある程度ね、時ありますし、中京でも1分7秒台でね、走ってますんで、まあ、そうですね、その雨が心配な点ありますけど、まあ、でも、体的にはね、その、てかパワフルな、パワフルな品があるしてもね。だから、この人もおかしく、ある程度のね、雨ぐらいやったら、あんまりこうね、土砂降りになって。まあ、軽犯はちょっともうレベルがね、すごい、超道あるみたいな感じで、ね。ほとんど競馬なってなかったですからね。まあ、そこまで。そこまではね、ならないですね。青さんはこの馬は、これ4番手。番手やっぱりこの馬体重の面でちょっと気になったんで、この辺のね、評価になったんだけど、まあ、やっぱりね、当日の数字とか見てね、増えてるようやったら、もうぐんと評価上げてもいいかなぐらいには思ってますね。はい、ここで耳寄りなお知らせです。皆様は NTT グループのインターネット料金や携帯電話料金などがお得になるクレジットカード、NTT グループカードをご存知でしょうか。ただいま NTT グループカードに新規入会されて、競馬ブックウェブや競馬ブックネットショップなど競馬ブックが提供するコンテンツの料金をこちらのクレジットカードでお支払いいただきますと、キャッシュバックが受けられるキャンペーンを行っております。興味をお持ちの方、またさらに詳しく知りたいと思う方は、ぜひ競馬ブックのホームページのこちらのバナーからキャンペーンをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。まあ、じゃ あとそれ4番でいいか、まずは印どころで言うと、まあ、あとは、シュージですか、それからソルベイグ、で、まあ、レッツゴドンキ、で、まあ、レッドファルクスまで一応抑えという感じです、だいたいその辺になりますね。そうですね、まあ、私はね、これ対抗がレッツゴドンキで、黒がレッドファルクスで、4番手がそのメラグラーナで、5番手がそのヒルのデイバローで、あとまあね、バッテンの三角の2としてシュージ、まあ、一応押さえておくという感じの組み立てになりましたね。このあたりでやっぱレッドファルクスの評価はどうですかね。そうね、まあ、映像で見たの追い切りの感じだと、まあまあ力はね出せる仕上がりかなとは見ましたね。この馬こそ本当にこう中京の鬼という感じがあって ね、3戦3勝やからね、もうフィエロ以上に実績はあるし、そうですね、まあ、久々も、ね、走るタイプですから ね、スプリンターがね、もうぶっつけ本番で見事な、ね、勝ちっぷりだったんで、まあ、やっぱり、ね、怖さはありますね、まあ、やっぱ海外遠征だけなんかね、どうかなというのはあるんやけども、まあ、やっぱり、ね、こうあっさり勝っても不思議ない馬かなとは思いますよ ね、はい、はい、という感じですね、はい。馬券はね、フィエロからやったらつけますぞ。どう買います？そうですね。まあ、まず馬連は言っときたいところですね。その、印どころですか、には流しておいて、まあちょっとやっぱりね、担当級者ということでね、まあその頑張ってほしいという点も、ちょっとあるんですけども、まあそれも込めてちょっと3連単、頭固定でちょっとここは、行ってみたいなという点、印どころに流していく。はい、わかりました、はい、私はちょっとね3連服と3連単ちょっとね不幸に投入できたい感じもあるんですけど、はい、まずこれねフィエロを一等軸にした3連服で、まあ、印を打った、5等に流すのパターンと、
あとはまあ三連単はね、こう二等軸のマルチですかね。フィエロとレッツゴードンキを組んで、はい、まあ、これでマルチで相手がね、さっき印を打った4点というところで行ってみたいですね。はい、うん、まあ本当にね、なかなか難しい戦と思いますけども。うね、こう本命が被った時っていうのは大体ね、あんまりね、ケースも多いんですけども。たまにはちょっとね、ちょっとね、2人で、っていうね、やっぱバウンドね、ホームランを打ちたいところですよね。ね、そうですね。はい。じゃあ皆さんも頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。